テルフォートラン の, あの圧縮パッケージダウンロードしたところから続きいきたいと思います。で、回答からその後のところはこの神崎先生のホームページとかが非常にあの便利参考になったりしますね。なのでこちらのホームページ参考にしていただいたりすればいいと思います。なんかどうも国立東海図書館のインターネット収集資料あ資料収集事業収集なんとかなことで保存されているということで非常に羨ましいことですけどね。まあこんなふうになっています。でまあとりあえずそれ関係なしでやってみましょう。でターミナルを開いてこれ TGZ タイプで圧縮されてますんで TAR のスペースの ZXVF と入れてスペースでその後これを入れてエンターをします。それで、ダウンロードが、あの回答が終わると、ホームフォルダ開くと、これホームフォルダじゃない。ホームフォルダ開くと、こちらにできてます。回答したやつ。で、これを、こう、CD スペースの、こちら持って行って、エンターをします。で、この、ターミナルの画面とこちらが連動してくれます。で、基本的には、マニュアルの JA って書いてあるやつ、こちらで日本語のマニュアルが書いてあるので、これ読めば、できますし英語でも書いてありますのでこちら読むかこちら読むかでやってください。で、基本的にじゃあちょっとインストールやってみたいと思います。インストールプログラムここに書いてあるこの、バッシュで書かれているプログラムを走らせることになります。で、スーパーバイザーでやらなきゃあ管理者権限でやらなきゃいけないので SUDO です。で、ドットスラッシュのインストールの SH つまり、現在のカレントリーの中にあるここのフォルダカレントリーフォルダの中にあるインストールの SH のプログラムを動かしますよということです。でこれでエンターをします。でインストールが始まります。で、基本的にインストールはここに書かれている通りやっていけばいいです。で、まあ、ちゃんとここにガイドが出てきますのでその通りやります。エンターをします。待てるとこまで待ってみましょう。インストール10分超えそうになったらもうちょっと途中でやめようと思いますけど、まあ、基本的にはこの指示に従って順番に押していくだけです。基本的にデフォルトでいいです。でライセンス認証が言われた時だけやればいいです。とりあえずもう基本的にエンターでこの後スペース押してくれって出てきますんでプレススペースでトゥーコンティニューですからプレススペースと押します。で押していくと、タイプアクセプトって書いてありますんでアクセプトと入れます。でエンターです。でこれがすごい長いんですね。前回行った時には待てなかったので、まあ、これずっと待っていただくということです。ちょっと直し込むかもしれないですね。カメラ落ちね。まあちょっと時間かかりすぎですね。まあ、しょうがないですけどね。でこのあとシリアル番号と
何入れるかと言います。基本的にデフォルトのものをずっとエンターしていくだけでいいですね。デフォルト以外は使ったことないので、デフォルトにしてください。まあ、それにしても長いですね。昔はこうスースーと行ったんですけどね。まあ、しょうがないですね。他の先生方もどうしてるか、この時間にちょっと調べておいた方がいいかもしれないですね。神崎先生だと、もっと昔、ちゃんとしたというか、もっと細かくインストール方法を書いたところがあった気がしたんですけど、見つからないですね。まあ困りましたね。こちらのやつもちょっと見てみましょうかね。ああ、こちらのホームページも結構いいですね。見た限り。でも2013年バージョンばかりでありますね。こちらはどうですか。あ、こちらもなくなってる。あ、こちらはあんまない。そうか、じゃあしょうがないですね。まあ、あのいくつか有名なのがホームページはいくつかありますんで、さっきほど見たあのところのホームページを参考にしていただいてやってもらうということですね。まあしょうがないですね。大してないですね。まあ今やってるところはここでの、まあ、ちょっと古いタイプなんですけど、まああんまり大して変わらないんですけど、ここが終わって前回ここが終わってで今回ここをやってるってところですね。で、まあ、あとこれが終わったら環境変数設定しなきゃいけないんですけど、まあそれもなんかすごい長い時間です。うまくいってないですね。で環境変数の設定だけ今のところもあのこれ結構長いんで、環境変数の設定だけちょっと説明します。こちらまあうまくいかないかもしれないですね。まあ古いタイプ、こちら2013年の例が書いてあるんで2013年のやつダウンロードしてもらった方がちゃんと動くかもしれないです。まあこれちょっとあんま動かないんでもうしょうがないですね。まあ新しいバージョンはバグが結構あったりすることがあるのでしょうがないですけど、もうこの環境変数って書いてあるのはどういうことかっていうのだけ説明しておきます。まずですけれども、進みましたね。あ、進みましたから、このまま行きましょう。じゃあ、アクセプト終わったら、このままデフォルトでいいですけども、ライセンスのところだけはちょっといかないですね。シリアルナンバー使えますかって書いてありますんで、これ1番ですね。で、シリアルナンバー入れます。これ表示されちゃうのね。ちょっと欠陥品だな。じゃあちょっと途中まではしょうがないんであれですけど、後半の部分は却下しますね。なんで隠してくれないんだ。こっちも確認できないじゃん。あ、しまった。でこれでシリアル入れました。で隠し場なんです。あ、まだまだかかりますね。まあまあいいです。で環境変数の時だけちょっと説明しておきます。まずですけども、ここに書いてある、ホームユーザーネームっていうのは、これは、これに、ホームフォルダに、インテルフォードラーをダウンロードしたときで、さっきの場合は、別のところに、デフォルトの値に入れてます。デフォルトの場合はどこに入るかといいますと、これのもっと上を行かなきゃいけないですね。ホームのもっと上なので、こちらにちょっと見えづらいんですけど、これがありまして、でさらにこのあります。でこのディスクのところのオプトって書いてあるところに入って毎回入れてます。でこれでインテル入ってます。でライセンスユーって書いてあります。で本当はまだ回答が終わってないんでいけないんですけど、ここに全部いろんなものが入ります。で確認してもらってオプトのところにインテルがあればもうあのここに入ってるんだなということですね。でそういう場合はどうするかと言いますと、こちらの例は
ホームフォルダに入っている場合にやる方法で、行う方法です。うまくいかないな。ここに、インテルっていうのが作られている場合です。で、そうじゃない場合っていうのは、ここにあるように、オプトインテルって書いてあるところありますね。この方法になります。でこれ2013年バージョンなんですけど、おそらく2016も似たような感じで、環境変数設定することになりますので、大体参考にしていただければと思います。なので、ここのオプトインテルなんとかなんとかっていうのを参考にして書き換える。で、どういうふうに書き換えるかと言いますと、こちらまだ終わってないかな。あ、いけますね。で、うまくいってるんで、これエンターをします。で、これも、一番、そのまま、ちゃんと入れないとダメな時もあるので、1番です。で、デフォルトボタン。で、スペースを押せって書いてあるので、スペースを押します。で、アクセプト。で、これ DS です。IS なので、エンターですね。で、プレスタイプはセレクションエンターって書いてありますんで、エンターです。で、これの、中に、確か、インテルに情報送信しますよって文章があったと思うんですけど、そちらはやらなくてもいいです。送信した人はやればいいですね。ちょっと私、今、かなり文章見逃してしまったんで、本当はそうじゃない方がいいところもあるので、そちらにしてもらった方がいいと思う。のもありますね。まずはライセンスの番号をメールで来たものが入れて、なんでこれ本当は英語ちゃんと全部読まなきゃいけないですよね。あ、ここですね。多分これ2にすればいいですね。通常ごめんなさいね。ここは2に1ではなくて2にしてください。これ違って こちらにしてください。通常はこちら選んでもらえばいいです。多くの場合。で、こちらは私はちょっと例としてやりましたけども、もう登録してしたいという時にはこちら1番です。で、したくない時は2番選んでください。こちらですね。まあ個人情報取られるの嫌でしょうですから、通常ここ2番で、1番ではなくて2番にしてください。で、やるということですね。まあ今回例としてやりましたんで、まあ教育的目的でやってますからいいんですけども、で、こちらの場所のファイルはどう書き換えるか、環境変数どうやって書き換えるかと言いますと、ここに書いてあるようにホームのところの場所がで書き換えますよと書いてあります。で、これ見ると分かるんです。何も見えないですね。何もないですね、そんなの。で、これはビューの Show Hidden Files っていうボタンを押します。そうすると、結構大変。ここに、varchar.c、varchar.c っていうのがあります。これを、例えば、open with text editor で開いて、で、ここのところにコピー&ペーストです。で、これでセーブです。それで、今、インストールが着々進んでます。まあ、これ、隠してもいいのは隠します。で、ちょっと戻って見てみましょう。で、オプトを見て、インテル見て、で、いくつか入ってますね。で、これに対応するものがいくつかあります。インテルのファイルの VTune のアンプリファイヤーというのはどっかにあります。ありますね。で、同じ名前にしてください。なので2016なので、ここは2016にします。で、こっちも2016ですね。多分同じのがあります。そんなにバージョンは変わらないので、ここにありますね。で、あとはこれはこのまま何も考えずにやればいいです。で、これでセーブです。で、閉じる。で、あとはインストールが終われば Intel Fortran 終わりです。もうちょっとだけ待ちましょうかね。もう少しで終わると。で、登録のところは2にしてください。
もう少し終わりますね。うん。今回例では1にしましたけども2にしてください。まあ、あの下のコメントにも書いておきますけども、でもこれも過去の経歴が あるな。そうするとどこだったかな、ちゃんと読まずにやっちゃったからなんですけどね、ここの部分は、どうするかというのはちょっと書いておきますね。また別の機会に使うので、リバーじゃない方がよかったですね。まあ、ちょっとグダグダで問題があります。で、いければエンターですね。で、エンターです。あ、これ関係ないです。これ関係ないです。これはもう、さっきのコマンドのところ、後からやりますよというところをコピーしてください。で、できました。じゃあ、これでインストールできたところか確認してみましょう。インストールして使えるようになったか確認してみましょう。まず、ターミナルボタンを押して、で、i4 とスペース -v、エンターとします。そしてちゃんとこういうふうにバージョンが出れば OK です。じゃあ C も入ってるかちょっと見てみましょう。 C はちょっと入ってるかどうか私確認してなかったんですけど、これで言います。で、こうやって出ればもうコンパイラー使えます。で、以上でインテルフォートランのコンパイあの C と、iPhone のインストール方法終わりです。こうやってインストールしていただければ、学生さんの場合非所用で、まあ当然なんですけど、あと教育の場合でもこういうふうにしていってインストールしていただいて、でいろんな、プログラムを、コンパイルしていくということですね。例えば Win2K とか、SPR-KKR とか Akai-KKR とかいろんなものができるようになります。まあ、で次回からは、そういう第一計算コードのインストールの仕方を説明していきます。